はい。えー、それでは始めていきましょうか。えー、おはようございます。いきましょうか。えー、それでは2022年新全日選考技の,の、えー、商法会社法の第1回目前半の講義を担当根本の方で始めてまいります。えっ、ー、と、まずは、えー、科目の、えー、特性から説明していきましょう。講義ノート丸1分札の1ページを出してください。えー、商法会社法ガイナンスと入れておきました。えー、一時択一。 まあ特にこれ午前科目のこと一1時という方が結構多いです。一時午前科目です、えー、午前科目が全部で択一35問出るんですが最後の9問がこの商法、会社法です。最後9問ですで2番、出題のレベル。 条文を聞いてくる問題。これは9問中、もう7問から9問ぐらい条文を聞いてきます。判例を聞いてくるものがほとんど0問でたまーに1問。学説を聞いてくることから聞いてくることがほとんど0問で、本当にごくごくたまに1問です。結果なんですが、この米印に入れましたが、暗記が中心になります。 暗記が中心になりますあの今までねあの民法で言うとね民法で理解と暗記の比率を言ったら民法はね理解が8暗記が2まあ73ぐらいかな理解が7暗記が3だとしてね不動産登記が理解が5暗記を5だとしたらこれは理解が23暗記が7です。 おそらくねあの、この今までやっている試験科目の中で、一番暗記の要素が強くなります。3、学ぶ上でのアドバイス。忘却との戦いになります。会社法終了時にほとんど残ってない。 商業登記でやっと理解、記憶できることが多いと。えっと、残念なことを言うと、あの、講義が終わった後の残り具合は最低です。講義が残った後にね、あの、覚えてる内容を言ってごらんって言ったらね、多分ね、不動産登記の最後の方のやつと比べても圧倒的に少ないです。ここはもうとにかくね、忘れることがもうとにかく多いと思ってください。 で、なおかつ、残念なことなんですが、学習をして、復習をしたとしても、次の講義まで覚えてるんだけど、その次の講義になったら、また綺麗に忘れてます。じゃあなんで、そうなっちゃうかっていうと、一番は、出題の仕方なんですよ。あのね、どうすると人間って、ルールって覚えられるかっていうと、ルールを覚えるのは一番ね、あの、ルール自体じゃなくて、 ルールを使った実例を使ってみると覚えやすいんですよ。ルールはこうなっています。で、今回この事例どうなりますかあ、こうなりますね。って言って、ルールがあって、運用して初めて覚えられるんですよ。ただ、この試験の場合ね、出題が、この事例をルールに当てはめてください。ではなくて、こういうルールはありますか、ありませんか こういうルールはありますかありませんかって聞いてくるんです。ああ、そういうルールはあるねまる丸。そういうのはないねバッチそういうルールがあるかないかだけ聞いてくるので、運用をしないんですよ。そのため、まあ記憶に残らない。ただね、これね、運用する科目があるんですよ。 その運用する科目が、これが次の商業登記法なんです。次の商業登記法が、ひたすら会社法のルールを運用していくんですよ。だからね、ちょっとこれ割り切ってほしいのは、このね、これからやる商法会社法の21回は、会社法の全体構造と割り切ってください。会社法の全体構造と割り切ってください。 だからね、本気で、これね、本気で理解できるようになるのは、商業登記でやっとだと思ってください。別にそこまでサボっていいって言ってるわけじゃなくてね、あのね、理解ができない、暗記ができないとしても、それでね、ちょっと悩まないでほしいんです。で、もっと言っちゃうとね、あの、実はこれ商業登記になったら、この会社本のテキストを持ってきてもらいます。で、持ってきてもらって、会社本何ページ開けてこういうルールやったよね。じゃあ、ちょっとこれ、俺、改めて練習しよといてみようかと。 ほら、ここ、決議の方が足りないよね。じゃ、このルール使ってるかどうか、あの、この2週間ってのどうなってるか、この問題見てごらん。はい、2週間足んないね。だからダメだね。こんな感じで、やっと商業登記で運用して、やっと覚えられるようになります。実は予備校さんによっては、この科目と次の商業登記を一緒に教えてる予備校さんもあるぐらいなんです。レックではね、あの、会社法で一回やって、商業登記でもう一回やった方が頭に残るだろうと。 っていうことで、別々に分けてるんですがね、まとめて1回でやってしまうという予備校さんもあるぐらいなんです。ということなので、ちょっと残り具合が悪いと思っても、もう21回、ちょっとね、これは、んやだなと思ってもね、ちょっと頑張ってください。丸二番。講義で説明していない部分は無視してください。あのー、ブレイクスルー。 えっと、よ、ここから読んでくださいとって言ったやつでね。あの、不動産登記とか民法のとかまあ大体は理解しにくいところはね、コメントを入れていったんですが、講義中に、ちょっとあえて、りあの、コメントしないところは結構出てきます。というのが、ブレイクスルーの条文、えブレイクスルーの記載自体が条文を貼り付けてるんですよ。で、この条文が、めちゃ長いんです。 あのちょっとこれ皆さん今日本体のブレイクスがありますかね本体のブレイクスの168ページあたりに条文が1個載ってるんですよちょっと、まあ、まあ画面の方でもいいんですけどね184条1項ってあるんだけど1項だからね1項だけでこんなすんだよ1項だけだからね で、ちょっとざっと中身、あの斜め読みしてみると、え、基準日において株主名の記載でまた記録されてる株主、カッコ、種類株式カッコ配じゃ基準日において株主名の記載でまた記録されてる、え、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん、書くことで、やっと書くことでですわてんうんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん、ぬうんまた書くことで、というふうになってくるんですよ。あの、なんでこうなっちゃったかっていうと、あの、ネテ当統の時に新しく作った法令だから、条文だけで誤解内容に作ろうよと。っていうふうに作ったのネテ当で、 実はね、その動きがどん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 加速しちゃって、もうね、条文に全部入れてやると。条文に全て入れてやって、もうね、絶対にもう解釈の余地を挟ませねえと。言うほど、もうあれやこれ入れてたんですよ。もうそのせいで、もうね、人に読ませることを前提にしてる条文じゃなくなっちゃった、ね、なくなったんです。今までの条文って1行2行で、読、まあ読もうとすぐ読めた条文なんですけど、もうここはね、読み手のことを考えない。本当にルールを。 もうガッチリ書いちゃってるので、非常に読みづらいんですよ。で、こういったこの、だこの今の1個のがあって、この格好空きまでね、初めての勉強書に格好空きの中身まで一個一個細かくやるとね、もうはっきり言えば、木を見て森を見ずって状況になっちゃうんですもうこれは、学習効率としてはもう非常に悪いので、だからね、これ、ブレークスに乗ってたとしてもね、あまり強調しない、自分が強調しないところについては、スルーして、スルーして、どんどん行ってください。 で、講義中に強調したところをちゃんと説明、き、あの、その内容をちゃんと理解していってください。まあ、具体的には次の回かな。次の回ぐらいからまたこれは強調していきます。丸三番。最後は条文勝負。条文を何度読み込みしたかで決まります。しかしその条文が読みづらい。条文の読み込みは2回し目から。多分これが限界です。1回し目で条文読み始めても意味がわからないんであんまりおすすめできません。 でおすすめ、完全整理択一六法、会社法と。えー、これあの、横書きの六法なんですよ。横書きの六法で、色もついていて、強調する部分わかるので、非常に読みやすいものになっていますあの。今すぐ買ってほしいじゃありません。使うときになったら、ぜひ買ってください。使う時になったらあの使わない、ねえー、と参考書を買ってもあの、これ、いいことはほとんどないので、今すぐ買うのはやめてください。まあ、もちろん、んポイントの執行とかそういう問題があるんだら別ですが。 4. 過去問の重要度がかなり下がります。この試験で一番過去問を当てにできない科目です。過去問が当てにできない科目です。理由は後で言います。問題演習は講義期間中に端末の足集のみ解くこと。端末というかあの講義のと2分冊目があるとあったと思います。2分冊目が不等法と同じように1問1答の足臭になってますので、あっちを使ってください。 その次、ブラッシュアップの時から過去問演習に入る。18年以降の問題に絞ること。で、生鮮トレイン実力要請編で問題数を増やすと。ちょっとこの話、一番最後の米印の話は、また後々説明していきましょう。では、その下、えー、学習のスケジュール。えっと、月曜、えー、講義2個って、夜、講義の復習と、そして、暗記作業です。 暗記作業をもうすぐに取り入れてください。えっと、今日2個3個かなで、次回も結構4、5個。結構毎回の暗記作業多くなります。この暗記作業がメインになると思ってください。で、火曜、講義の復習2回目。暗記作業。そして、足集の確認。今日はないかな次回から足集の確認をお願いします。そして、不当法の復習と。 水木金土という形になっていきまして、え、この、ここから、不等法の確認テストを実施します。で、米印を見てください。不等法の復習方法について、不等法の復習、1、講義で復習を指示された分野についてインプット、ブレイクする講義ノートを見る。2、講義の、え、上記の分野について金質し練習帳を解く。3、上記の分野について書く品質論点は絶対を解くと。ちょっとこれ、えっと、 ちょ去年かなの曜日にちょっと合わせちゃって間違っているので、ちょっとこちら入れ替えようか。えっと、今日が月曜日なので、ここが1、ここが2、ここが3という形ですね。失礼しました。1、2、3と。で、もうちょっと具体的に言うと、その下の方に確認テストの分野が載ってまして、 6回目、あと、6回、8回といって8回。不当法の上官。え、第2編、第1章のみ。メインテーマは所有権保存。ここの確認テストが行います。なので、8回目でそれを行うので、明日は、この所有権保存について読み込みをしていく。木曜日は、この所有権保存について練習帳を解く。で、土曜日は、土曜日は、 こちら、所有権保存について過去問を解く。で、この過去問については、不当法の最終回で紹介した通り、えっと、講義の二2分冊目を一番後ろに、優先して解くべき問題と、というのを入れましたので、あれをやっていってください。ただこれ、人によっては2と3はセットにして2回やってしまうというような方もいらっしゃいます。 2と3をセットにして、木曜と土曜2回やるという方もいらっしゃいます。もうこれは練習帳やってみて、いけそうなら、いけそうなら、もう一回、一度んその時点で過去問をやる。で、土曜日にもう一回同じことをやるってこと、できるならやって,てみてください。で、また、 民法の確認テストも実施しています。いきます。えっと、6回目の方から、親族相続を6、12、18と行ってきます。6回目は、婚姻、離婚、着室、被着をやってきますので、そのところの復習をしていってください。じゃあ、どこでやるのかっていうところなんですが、ちょっとここは皆さんにお任せしたいんですけどね。まず一つのやり方としては、日曜日なんです。 日曜日にドカンと民法の復習時間を取ってしまう。民法にドカン、民法ね、復習をドカンと取ってしまう。っていう方法が一つです。ただこれってまあ人によってこれやりやすい人環境の人がいれば、そうじゃない環境の方もいらっしゃると思います。で、実はこれもそうなんですが、もっとお勧めしたいのが、1日30分民法をやることです。1日30分民法をやることです。 個人的にはこれを強くお勧めします。えっと、今確認テストで1日30分ずつ民法の復習をしていく。で、実は確認テストが今回の会社後でおしまいになります。民法に関しては。で、その後も1日30分ずつ自分で独自に民法の復習をしててほしいんですよ。なので、今のうちから1日30分民法って癖をつけてほしいんです。 でね、あんまりこういうことを言うと嫌われるんで言っておくと、あのね、例えばこれで民法の確認テストが8月で終わって、で、そこからね、民法を復習しないで、1月にテストが始まるんですよ。1月にね、テストが始まってってね、よ、久しぶり民法と。ってやったらね、まあ解けないんです。びっくりするが解けなくなります。するとね、もうね、やったのに解けないっていうのは、もうね、ショックが大きいんですよ。 なので、これでも今のうちから定期的に復習するっていうね癖をつけてほしいんです。なんで、この会社法の期間に1日30分っていうね癖をつけてほしいんです。じゃあ、どうやってつけるかっていうと、これ人によってやり方がいろいろあって、4年前の一発の方と2、2年前なのかな、3年間なんせすけど、その方が実践したのは、下水器の講義があって、もうわず三30分早く来てますよ。 まず早く30分来ていて、30分早く来ていて、そこでもうずっと民法の復習しました。で、その方ね、後から聞いてみたら、もうね、全く同じ時間帯、えっと、講義は10時、九時、十時からだからね、9時半から10時まで民法の復習していて、もうご自宅でも9時半から10時は民法って決めたらしいんですよ。もう毎日同じ時間帯にやるというのが、一番こう何その人にとってみれば、あの、安定してできると。 もう考えずにこの時間はこれをやるっていうふうに決めちゃうのが一番安定してできると言ってました。また他の方に聞いてみたらね、あの、もう時間があまり一定できないと。時間が回ってもちょっとバラバラになってしまうという方に聞いたら、とにかくね、何にしても、一日の勉強の始まりを民法にしたと。勉強の始まりを民法にして、はじめ30分民法やってその人の勉強を始めたと。あちなみに失敗した人の例を言うとね、あの、一日の最後に民法にする。はぁ、あ、疲れたわ。 やっと課題が終わった。夜10時か。民放か。10時か。民放か。ああまあ、これ気持ちわかるんですよ。あの、最後になんか一個課題を設けるとで、しかもね、やんなくてもいいってものになっちゃうと、やっぱりやんなくなっちゃうんですね。なので、まあ、初めに入れるとか、時間帯で決めるだとか、お昼過ぎに入れるだとか、もうね、習慣づけてほしいんですよ。習慣づけが一番強いと思うので、 週刊付けて民法の復習を取り入れてください。で、今のうちは確認テストの範囲をやってください。で、商業登記に行ったら、どんな感じで民法の復習をね、1日30分やるべきかという話は、商業登記の時にまた説明します。 じゃあこれぐらいにしまして、じゃあページめくりましょう。会社法の話にちょっと特化していきます。え試験にえ出題される法令と入れときまして時系列があります。平成18年、大改正とあります。もうね、大改正どころか、もうね、ゼロから作り直したんです。 法律をゼロから作り直すほどの、もう、もう、抜本改正がされました。なんで、もしね、あの、以前会社法商法を勉強した方ね、あれ昔と違うもうね、そういう状況は当たり前です。もうね、180度変わったと言ってもね、過言じゃないんです。それほど変わってしまったんです。で、その後に、28、26年には、商改正が行われています。 じゃあね、ちょっとその、なん、どうな国に変わったか。っていうことと言ってきますとね。このまず、大改正の前。前。前に、ね。えっと、昔は商法と有限会社法というものが出てました。商法というもの,の中を見ますと、商法総則商行為とあります。で、これはね、商売人の共通ルール。商売をする人の共通ルールと思ってください。商法総則商行為。商売をする人の共通ルール。 民法でちょこっと言ったんだけどね。あの、商売しない個人間であれば、お金の貸し借りで利息が取れるか。お金の貸し借りで利息が取れるかっていうと、特約がなければ利息が取れないでした。でも実は、商売人同士であれば、約束なくても利息が取れちゃいます。約束なくても利息が取れちゃいます。商売人同士の特別ルールというのがまず規定されてます。商売人の特別ルール。そしてそれとは別に、 その商売人の中の会社、商売をする人の中の会社についてルール化されてました。で、これとは別に下の欄有限会社法という法律が別にあったんです。で、昔はこの法律に基づいて有限会社っていうのを作っていました。これがです。 18年に大改正がされてどうなったかっていうと、まず商法を見てください。商法から会社ルールがなくなりました。商法から会社のルールが消えました。で、下から二つ目。会社法という法律が商法とは別にできたんです。 だから、六法を見るとね、商法っていう法律と、また別に、会社法という法律が別に載っています。会社部分だけ抜き取ったと思ってください。会社部分だけ抜き取ったと。 そしてもう一つなんですが、上から二段目に、有限会社って書いてあって、斜め線入れてますよね。実は、有限会社法はなくなったんです。で、これ米印の方、下の表見てほしい。米、表の下の米印見てほしいんですが、実はね、今、有限会社って作れません。有限会社法って法律がないんで、もう作れないんですよ。あ、ただ誤解ないようにね。 あの、今日帰るときに、なんか歩いてたら、看板に有限会社って書いてあったら、ピンポーンと、なんで有限会社に残ってんのこれダメだろ有限会社に残ってんだから、早く作れよと、そういうこと言っちゃいけません。あの、新しく作れないだけで、今ある有限会社は、そのまま認めています。はい。で、一番下。会社法規則。法務省令と書いてあるんですけどね。これ、細かいところは、この法務省令ってのに載ってます。 細かいところね。で、もうちょっとこれ、まだ憲法やないとわかんないんだけど、実はね、法律っていうのは、衆議院、参議院のお互いの意見、お互いの決議がないとできません。一方、法務省令っていうのは、まあや、ある意味、お役人の一存で決められるんです。役人の一存で決められるんです。実はね、機動的に決めなきゃいけないルール、というものは、法務省令ってところに載せるんです。機動的に決めなきゃいけないものについては、法務省令っていうところに置いてるんです。 ある意味ね、ね時代の流れに応じて変えやすくしていると時代を、ね、動きに合わせて変えや,く変えやすくしているというのがこの法務省令と思ってくださいで、ね、この変えやすくしているということは出題したくないんですよ。出題したくないんですだって、考え曲の意んですよあの 極論。例えば、1月頃法律作るじゃん、あの、試験問題作るじゃないですか。極論、それね、3月に、割、省令変えたいと思う。って言って、役所がそんなこと言っちゃえば、変わっちゃうんですよ。出題者って、それ、怖くて、やっぱ出したくないんですよね。あ、法律、それまずあり得ない。あの、1月に問題作るじゃないですか。で、会社を変えたいんだけどって言ったら、衆議院、参議院で、審議が必要ですから、そう簡単には、すぐ変わることできないんですよ。ってことで、 実はここ、これから問数を入れてきます。どれがどれだけ出るのかってことなんです。9問あるって言いますよね。で、9問と言ったんですが、この法務省令は、まず、出題は、ゼロと思ってください。法務省令は、まずゼロと思ってください。だからテキストなので、法務省令、うんぬんって書いてあっても、もう無視をしていてください。法務省令とかね、あったとしても無視したっていいです。 で、どうしてもたまにいくつかね、法務省令でも覚えなきゃいけないのがあるんだけど、それするの時にちゃんと言いますんで、もうしばらく法務省令って言葉があったら、スルーするようにしてください。で、9問中、8問が会社法です。会社法。で、あと1問は、商法に出ます。商法から来ます。 で、なおかつ、じゃあね、この、えっ、ー、と、会社法8と書いたんだけど、ちょっと内訳をもうちょっと言いましょう。右の方に、株式会社っていうのと、持ち分会社って載ってます。意味はちゃんと後で言います。8問中、株式会社が7問です。持ち分会社が1問です。つまり、これからの学習は基本、 株式会社のルールを学ぶ。株式会社のルールを学ぶ。これがこれからの学習だと思ってください。株式会社を学ぶんだと。 はい、株式会社のルールを学ぶこれがこれからの21回と思ってくださいまあ持ち分会社も、ね、やりますけどねよしじゃあ続いては今度下の絵7番にいきましょう 会社法がルール化している部分というところです。あの、法律というのは、もう言ってしまえば、利害の調整。2人の間の利害の調整。これが法律と言っても過言じゃありません。この人とこの人をどうやって利益調整していくかと。そういったバランスを取るのが法律の役目だと言っても言い過ぎじゃありません。会社っていうのは、いろんな人との利害調整が必要になります。 左上、出資者。まあ、あとちゃんと言いますけどね、投資をしている人。お金をね、投資している人っていうのは、会社に対して、とにかく株価を上げろと。株価をどんどん上げて儲け出してほしいと。と言ってくる。で、会社は会社で、いや、株価を上げるよりも、こういうことをやりたいんです。いや、株価を上げろ、お前はと。って言ったところで、この二人っていう利益はぶつかってきます。真ん中、債権者。お金を貸している人とか、物品を売った人。 いいから、とにかく返せよ、返せよって言ってくるわけです。で、会社をしめれば、いや、それ全部返しちゃったら、うち倒産しちゃうよそんなの知るか返せこの野郎と。そういう形で利害調整が必要になります。左下、役員。会社を大きくしたい。まあ、こう書きましたよね。あとはね、報酬を大きく取りたい。すると、会社の利害っていうのは、思いっきりぶつかるんですよ。特に、報酬を大きく取りたいと。 いや、お前そんな払ってうち潰れちゃうよと。一方、会社は従業員との利害調整ももちろんです。働いてる人の利害調整。これも測らなきゃいけません。じゃあ、会社法ってどこをルール化してるかというと、 この部分なんです。従業員と会社の関係は、労働法がルール化しています。従業員と会社の関係は、労働法がルール化しています。これから見るのは、見るのは、 出資者、投資家と会社の関係、債権者と会社の関係、そして役員と会社の関係。こういった利害調整を見ていきます。だからなんですが、ちょっときついことを言うとね、皆さん、この立場にいたことがありますかってことなんです。 2年前うんって言われもう目の前の方にいた、うん、男性2人ぐらいがうんってうなずきましたうんなんでその方をスルーしました普通この立場にいる人ってあまり多くいないんですよそのために何どうかっていうとイメージが持ちづらいんですこの科目 今までのやっていた民法などが、なんかなんたく自分もやったことがあるなと。あ、そういった取引っていうのは契約でやったことあるなと。貸し借りしたことあるなとか、あるんだけどね。ほらほら、株に投資した時はあれだあれ、ね。リターンがあるじゃないの。あれだあれと。と言っても、いや、俺と言われても、テレビでしか見たことねえしなと。いうところで、どうしてもイメージが持ちづらいっていうのも、この科目の特性なんです。 いうことで、これぐらいにしましょうかね。あ、そうでした。一個言うの忘れてた。あの、上の方で、大改正がされたと言ったじゃないですか。実はこの大改正のせいで、過去問が使えなくなってるんです。平成18年に大改正があったせいで、実は18年より前の過去問っていうのは、一応問題としてはあるんだけど、もはやね、聞くだけ意味がなくなってる問題が多くなったんです。で、それもあの、ちょっと角度が変わったんであれば改正こう変わりましたと。 ってできるんだけど、あの、ものによってはね、もう制度自体がなくなりましたとかね。もうね、あの、ルール適用する意味がないような問題が多くなってしまったんですよ。ちょっとこれでもう一回何ページだっけ ?1 ページの方戻っていただきまして。えっとで丸四番かな三の丸四番。過去問の重要度はかなり下がると。 あの、実質使える格問が18年以降の問題しか使えないんですよ。平成18からだから13、14年え、その分しか使えないんですよ。で、しかも問題数が9問だから13、14かける9問ってことはそんな数がないんです。で、しかも今だったらあの、格問っていうものをやれば大体の分野が網羅できたのに、格問がまだまばらにしか出てこないから、格問だけ勉強しても、あの、テキストに載ってる範囲全然網羅できないんですよ。 そういったこともあるので、過去問の自由度はすごい下がってしまいます。よろしいでしょうかね。あで不動産登記の時私、過去問集買ってくれてたけど、会社法、まだ私、指示はしてないはずなんですが、ちょっと今のところ、もし、外にあったとしても、ちょっと買うのは今のところ、ちょっとやめといてください。あの実はこれあの、えーと、令和元年に改正があって、何話しか結論を変わっちゃったんですよ。 で、今出ているものが、その令和元年改正に対応してないので、なんで、ちょっと今ね、あの過去問集を買うのは、ちょっと絶対やめてください。絶対今ね、過去問集を買うのはやめておいてください。よし。じゃこれぐらいにしまして、じゃ本体の講義の方に入っていきましょう。じゃ本体の方ですが、えっと、全体構造ブレイクスルーを使っていきます。95ページの方を開けてください。 えっと、第三章、会社法、第一節商売を始めたいと。役に何かフランクなことが書きましたね。で、その下に、えっ、ー、と、事例とありまして、まあ、全部読んでもらう、なんか、うんうん、申し訳ないような感じがするんですけどね。あの、物語的に言うと、あの、まあ、この坂本って方がすごく腕がいいんだけど、金がないんです。で、山下ってのは金があって、なんか、一緒に商売しないかと。ってことを言い始めてるんですよ。 なんで、もう、じゃあとは、まあ、読む読まない任せるとかどうでもいいです。究極の一杯とかね、うんぬんかんだらどうでもいいです。えっ、ー、と、最後3行ぐらい見てください。<laughs> え、坂本山下はタッグを組んでラーメンを経営することになった。自分のお金だけで個人経営をする場合と比べて、どのような違いがあるんだろうかと。まあ、ちょっとこのあたり細かくやっていきましょうか。ページの方、96ページの方から徐々に見ていきましょう。しばらく会社出てきません。しばらく会社は出てきませんので、えー、ちょっと、意識しておいてください。会社はしばらく出てきませんかね。 じゃあまず始めの図表を見てください。坂本さん個人一人で始めるとします。右下。300万。お金をね。まあ、手にお金を集めてきて、右側。まあ、屋台なんでしょうかね。この屋台に、この300万突っ込むわけです。屋台によるラーメン屋経営に300万突っ込むわけです。で、屋台の下。屋台で、商売を始めて、儲け。 利益が出た場合は、左側、坂本が独り占めします。自分個人で商売を始めて、儲けが出れば、それは個人が全部回り取りです。まあ、それはそうでしょうね。ただ、何点もあって当たり前なんだけど、屋台の下の右側のポチ、損失、借金などした場合、 左側。これも坂本一人が抱えることになります。利益は一人占め、借金も一人で抱えることになります。まあそうだろうなと。で、これが個人経営というものなんですが、この個人経営、一番の難所はどっかっていうと、 元手という言葉を使いましたが、あと言葉はどうでもいいです。資金を集めるところなんです。300万という資金を集めるところが最大の障壁なんですよ。まあ別に300万じゃなくてもいいんですよね。お金を集めてくる。これが一番の障壁、難所なんですよ。ってなると、この腕はいいけど、金がなければ商売が始められません。 腕が良くても金がなければ、商売が始められない。じゃあその前どうするのパトロンを見つける <laughs> なんかね、まあ、穴がち間違いじゃない穴がち間違いじゃない <laughs> えっとね、下に行こう。あのね、左側に山下っていう方の、まあパトロンというか、お金を出してくれる人を見つけたんですよ。で、ね、このお金を出してくれるこの山下さんなんだけど、 出し方には、融資と投資があります。融資と投資。で、こ学問的に言うと、金を貸すか出資するかなんだけどね。金を貸すっていう方法と、出資っていう方法があるんです。もうちょっと、ここでさっき言った言葉で言うと、融資と投資と言いました。で、まずここに載ってるのは融資です。金を貸した場合です。商売をしたいんだけどって言って、お金持ってる人に言ったらね、じゃあ金貸してやるよと。 じゃあ金貸してやるよとっていう場合とじゃあ投資するよという場合があるんだけどじゃあまずは金貸してやるよといった場合ですで金貸してやるよといってお金を貸してもらって、まあ、その300万を使って屋台、まあ、に突っ込んで儲けが出た場合はこれは 坂本一人占めです。坂本一人占めです。で、もちろんさっきと同じなんだけど、損失が出た場合も、坂本が一人で抱えることになります。じゃあ山下はとって思うんだけど、これは坂本は山下に、もちろん元本は払いますけど、 利息というか、利子を定期的に払います。利息というか、利子を定期的に払います。例えば、じゃ利息をじゃン3%にしておきましょうか。毎年のように、300万の3%。300万の3%。の3まあ、それじゃ過ぎるかな。まあ10、10%ぐらいとんでしょうかね。10%ぐらいにしておきましょうか。そっちの方がイメージもう一回持てるかもしれない。ごめんなさい。10%ずつ払っていくと。 じゃ万ずつ払っていくとで、これってね、山下にとってみれば、メリットとデメリット両方あります。メリットとデメリット両方あります。で、メリットはな、デメリットは何かっていうとね、デメリットは何かっていうと、例えば300万勝つでしょで、ラーメン屋やり始めて、もうめっちゃ儲かってんの。 もう、毎月2000万ずつ上がりが出たってします。毎月2000万ずつ上がりが出たってします。それと思うんですよ。山下としまね。俺の金で2000万儲けられたんだから、ちょっと大弁にくれよと。って言いたくなるけど、それはできない。お金を貸している場合は、もう、どんなに儲けようが10、10%しかもらえません。約束、約束で決めた利息しか取れません。ただ、メリットもあって、例えば、 坂本がラーメン始めたんだけど、あんまり儲かんない。で、あんまり儲かんないから、坂本に、すいません、儲かんないから今月、あの、今年は3%でいいかなと。いや、何言ってんだと。約束は10%だろと。約束は10%なんだから10、10%払いなさいよと。そう言えるわけです。良くも悪くも利息分は取れるなんです。良くも悪くも利息分は取れる。これが融資の場合です。 良くも悪くも、えー、利息しか取れないと。よしじゃあ今度はね、えー、と次に、えーね、出資を見たいんだけどねちょっと待ってからでしょうか。 あの、今まで見た絵は、どちらにしても、利益は坂本の丸取り、損失も坂本の、まあ、一人で抱え込むと言ったんです。これが、二人で、あの、これで山下が投資をした場合は話は変わるんです。関数字に、次のページの2行まで読んでみてください。 じゃあもうちょっとこれを具体化して絵で説明していきますね。関数字3、組合。複数の人が共同で出資し、その出資をもとに事業を営むという内容も合意をすることを、組合契約と言います。民法で少し言いましたが、商売をする約束、商売をする約束、と思っていいでしょう。 じゃあ行きますとね。坂本山下がいてね、話を持ちかけて金出してくれよと。と言ったらね、うん、じゃあ貸すって形でどうって言った時に、うん、それもいいんだけど、うん、投資してくれないと。と言ってきたんですそれではああ、じゃあよ、投資にするよと。じゃあ二人で商売やろうかと。っていうような合意をした場合っていうのは、後々になってね、それは組合契約をしたっていうふうに評価されます。で、じゃあどうなったかっていうとね、 坂本山下、お互いが出資してます。勇士なくてこの出資です。勇士なくて出資をして、この屋台の方から儲け、損失、儲けが出た場合っていうのは、今度は坂本一人占めじゃありません。儲けは二人の折半です。儲けは折半になります。一人占めなく折半になります。 で、これって山下にとってみれば、融資をした時と比べて、儲かることもあれば、融資の方が儲かるってこともありますよね。思いっきり儲けは出たんであれば、10%以上のね、リターンはあるかもしれないけど、儲けはなければ、あ、リ、リスクの方が良かったな、ということもあると思うんです。そして、それだけじゃなくて、損失。損失まで被るんです。損失まで被るんです。 一方ね、これだけ見るとなんか山下だけデメリットがあるような感じが見えるじゃないですか。まあメリットばかりかもしれません。山下だけデメリットがあるように見えるんですが、実は坂本側にもデメリットがあるんですこれ。これ右の方の紙っぽいところ。これね、ちょっと2行目のポチ。これ今勉強する内容じゃないんで、上3行だけ見てやってください。 でね、ちょっとこれ、読んでもらった方が早いので、ちょっと読んでもらっていいかな、えっ、ー、とね、下の方に関数字4、組合の経営っていうのがあって、これね、このページ残り全部から、次のページ、次のページの最後4行、なおの前まで、なおの前までで、なおの前まで。で、ちょっと飛ばしてほしいのがね、上から4行目のだしの一覧ただしの一覧枠を読み飛ばして。 ただし、ラーメンをお客さんにうんぬんってところを飛ばしちゃって。ただしから4行と最後4行。これを飛ばして読んでみて。 今までだったら全部一人でいろんなことが決められたんです。ですが、これ投資をしてもらうと、もう自分の意見だけでできなくなります。パートナーになっているので、過半数、まあこれ二人だから二人の合意がいるんだけどね、三人だった場合は、二人の OK がないと物事進まなかったんです。これもし、お金を借りてるんであれば、借りてやったんであれば、全部自分の独断できたんですよ。投資となった場合、こういったデメリットを負うんですね。 そして、ここまで、全くまだ会社が出てきません。はい。じゃあ、こんな99ページ、タイトルを見ていきますと。法人になる意義。はい。でね、ちょっと下の方の関数字1番。法人化することのメリットというのを、ちょっと読んでいきましょう。 え、坂本山氏のタッカーは順調で、従業員を雇ったり、土地を購入して固定の店舗をオープンしようと考えているようです。このような状況になってくると、同一事業のための経験をよって、結集した単なる人の集団に住んた組合から、法律によって別個の権利能力を認められる法人になることを意識するようになりますと。ページをめくってやってください。あの、個人で商売をしている人が、どっかのタイミングで、会社にすることがあります。じゃあなんでこれ会社にするのと。っていうと、 いろんな理由があるんですよ、えっと、理由のところ1土地の購入資金を銀行から借りるときに信用が大きくなる、まあ、個人より会社の方がやっぱ借りやすいですそれは借りやすいと思います、まあ、一概には言えないけどね本当は理由2と3はほぼ同じです読み、えー、と通じて読みますと土地を購入するときに法人名義にすることができる 法人のメンバーは変わったしても、公認者と土地につき所有権移転登記などを申請する必要はない。あの、もしこれ先ほどの坂本山下か、なんか店舗をもし買った場合って、法人にしないと、これね、坂本山下の共有名義なんですよ。で、まだこれ二人だからまだいいけど、三人とか四人いったら、四人名義って結構めんどくさいです。で、めんどくさいだけじゃ済まずに、例えば、経営パートナーが増えたとか、変わったとかなると、持ち分移転がいるんですよ。 面倒だし、税金かかっちゃいますよ。手数料かかっちゃいますよね。他にもあるんです。理由の4。従業員との契約なんです。これまだ2人だからいいけど、例えばね、経営者が4人ぐらいすつ,つでしょ。で、もし法人化しないと、あの、雇用関係は1対4なんですよ。4人が名契約当事者で、1人と契約なんですよ。だから犯行4つね。こっち犯行4つで、こっち犯行1つと。 もうだんだんめんどくさいの分かるでしょうか何を契約するにしても4人名義で契約になっちゃうんです。で、ただまあもちろんこのね、1から4っていうのはもちろんね、あるんだけど、これね、1人でやってるんだったら、1人でね、商売するんだったら1から4はほとんど理由になりません。まあ1はなるか、1はな、一度にはなるかな。 でまあ、もっと言うと、まあ、個人がやる場合ね、なんで会社にするかって言ったら、ほとんどの理由は5です。6だ。ほとんど6です。税金です。あのー、私、実はあの個人事業主で、私はね、講師の中で会社にしてない人間なんですよ。あのー、講師の中でも実は会社化してる人いるんですね。でどうするかっていうと、会社にしてもらって、レッカーの,の、まあ、いわゆる報酬っていうのを、自分の作った会社に持って行ってもらうんです で、そっから会社にしてもらって、そっからね、給料をもらうってことにするんですよ。で、そうすると、この給料を安くしとくんですで、じゃあ、仮にじゃレックから、じゃあ、例えば、うん、毎月50万入ってるでしょ。で、50万入ってきて、で、50万のうち給料を15万にしたとします。そうすると、15万に所得税がかかるんですよ。50万がこ直接来た場合って、50万に所,所得税が来ちゃうので、結構高くつきます。で、それが15万になれば、所得税が低く済みます。 でも、実質会社の経営は自分一人でやってるから、そのお金って自分が使えるわけですよ。ただもちろんね、これ入ってくるとで法人税がかかってきます。法人税がかかってくるとそこのね、計算もいるんですよ。まあ、ちなみにもっと言うと、あのね、自分は会社化してないので、実は全部自分のもくが来るんです。で、そのせいで、社会保険料とかも高くなっちゃうんです。所得が高上がっちゃうと。で、実はある程度の金額までは個人で行った方がいい。で、ある程度になったら会社化しちゃうのがいいと。っていう分岐点はあるんですよね。 まちなみにそれでもね、私まだ会社化しない理由っていうのは、あの、給料にしてしまうと自分の所得が下がるんですよ。で、所得が下がっちゃうと、あの、信用度が落ちてしまうので、例えば自分がなんか家を買おうとか、なんかしようと思った時にね、給料年間230万ですかいや、実はあの会社230の資産、金は貸せませんね、と。こうなってしまうので、ちょっと今のところはまだ控えてるかなという感じになってます。本当にこれは、本当に税金対策っていうのが、やっぱ大きいのかなと思います。 じゃあ、これで会社にするとしたらどうなるんだろうかと。まあ、もしご興味があったらね、あの、会社個人事業主とかね、分岐点とか、年収とか調べてみると、大体これぐらいですよとかね、出てくると思います。あの、所,あの、えー、と所得税とか、あとあのし、あの、市民税とか、あの辺りも全然違ってきちゃうので、本当にこの辺りはいろいろね、考え方はあります。よし、じゃあ、ページめくろあ、右に行こう。101ページかな。 よいしょ。で、会社あの法人にするって言った場合にも、この実はね、法人っていうものには実はいっぱいあるんです。法が人にしてるのにはいろんなグループがあるんですよ。で、これは目的に分けていろんなメニューがあると思ってください。目的に分けていろんなメニューがあると思ってください。 例えば、宗教をやりたいんだったら、真ん中の方に宗教法人。左下、社会貢献をしたいんだったら、こう、こちら公益社団法人、財団法人。それとか、右側、会社ってあって、営利目的。営利目的なら会社と、といったものを用意しています。 で、今回は、営利目的なのが間違いないので、選ぶ法人は、会社。選ぶ法人は、会社になるでしょう。なんで、坂本山下が、じゃあ、ラーメン屋で一発当ててやろうと、って言った場合、選ぶ法人は、会社というものになります。ただ、会社にも、何タイプかメニューがあるんです。会社にも、何タイプかメニューがあるんです。それが、 102ページ、会社の種類103ページに図表があります。でね、これなんですが、全部で1、2、3、4つ載ってます。4つでね、上3つのこと。 この3つをまとめて、持ち分会社と呼びますと書いてます。実はね、ここで、やっぱり線引きが入るんですよ。で、線引きが入って、どういう線引きかっていうとね、上は、出資した人が経営する。出資した人が経営するっていうのが上3つ。出資する。 経営もするのが上三つ。出資する、経営するのが上三つ。一方下は、出資した人が経営をしない。出資をした人は経営をしない。 でね、これ後々また言っていくんだけど、それからね、だん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 結果的な話をうとね、結果的な話をすると、あのね、下のね、この株式会社っていうのは将来的に大きくできます。将来的に会社を大きくしやすくなります。大きくしやすくなります。一方、これ上の持ち分会社のグループのところの丸印左上のところにね、小規模って書いてある、ね、小規模。 もちろん、ね、理論的にはでかくできないとは言わないんだけどででかくしづらいです大きくしづらいです。非常にやりづらいですでもともと今、ね、あのやっぱり株式会社を作る人昔からそうですけど株式会社を作る人が多いんですがちょっと、ね、やっぱ聞いてみるとあの最近はその合同会社というものでとりあえず作っておいて。 大きくなったら株式会社にするっていうケースもよく見られると聞いたことがあります。で、この4つのタイプ、なんでこんな風に分かれてくるのかと。って言いますと、まずこれ上3つと下では、出資した人が経営するしないっていう分け方。なんですけど、じゃあ、それでも上が3つ分かれてるじゃないですか。じゃあなんでこんなに分かれるかっていうとね、出資者の責任なんです。 ちょっとこれページめくってもらっていい ?104 ページ。ワンポイント。あごめん。ワンポイントの前に上の番だけやん。ごめん。法人のメンバーってところから。ごめんなさい。法人のメンバーのことを社員と言います。会社と雇用契約を結んだ従業員は一般的に社員。 会社の従業員と呼ばれますが、出資をしてないので法律上の社員、社団の一員ではありませんと。で、ね、これから社員と言ったら、出資者と思ってください。社員というのは出資者と思ってください。多分一般的に社員っていうのはね、従業員のことを指すんですよ。あの、会社本世界で従業員を社員って呼ぶことは一切ありません。 従業員のことを社員と呼ぶことは一切ありません。もう、社員と言ったらお金を投資してくれてる人。お金を投資した人。出資した人を社員と呼ぶと。ここはね、会社を学習するときの初めの、もうなんか、障壁だと思います。もうちょっと別の言葉があってもいいと思うんですよ。 どうしても社員っていうと従業員を想像するんですがそうじゃないってこと、投資した人、出資した人のことを社員と呼ぶんだと。ということで中身に行く前に1時間来ましたので軽い休憩しましょうか。まあ、今日は復習はそんなに辛くありません。ご安心ください。 なので多分前回の,、ねあのえっと、不動産の時の31、32の方で終わりきれないものがあればぜひ今回のところで、えー、そなんとか克服してくださいよしじゃあいきましょうかじゃあ次の、ねえっと、ワンポイントというところにいく,くんですが、えっと、話としては、ね、あの会社のメニューがいくつかあると。 で、なんでこれがね、いくつかあるかっていうと、責任が違うと。で、実はこれ、責任って2タイプあるんです。そこに、直接責任、間接責任っていう言葉があります。ちょっと文章を読んでみてください。 あのね、この直接責任っていうのはねもう言葉の通りなんだけど会社が払えないときに請求が来るんです直接請求が来るんです出資者のところに払えと言われる言ってくるんですよ直接責任っていうのはね会社が払えないときに直接払えって言われちゃうんです投資はしたんだよ投資はした金額とは別よ出資をした金額とは別に払えって言われちゃうんです 投資を50万しました。でもね、直接責任を負ってたら、会社がね、払えなくなってる金額をまた別に払えって言われるんですよ。この直接責任じゃ、直接請求が来る。直接請求が来るってイメージです。直接請求が来ると。 まあ、ひどいことを言えばね、あの、怖いお兄さんがやってくると。怖いお兄さんがやってくると。これはまあ、直接責任と。まあ、怖いお兄さんだよ。なんか、なんか偏見ですよね。一方ね。間接責任ってあるでしょ。で、これは、請求が来ない。っていうふうに覚えるよね。もちろん、請求が来ない。 っていうふうに覚えるよりも、それは楽しいんだけどね。楽しいんだけど、それよりもね。出資したものが返ってこなくなるだけ。投資したものが返ってこなくなるだけ。って思っとくといいです。あの、投資っていうのは別に上げたわけじゃありません。投資は上げたわけじゃないんで、最後ね、返ってくるはずなんですよ。間接責任っていうのはね、これは、払ったものは返ってこない。 最悪帰ってこないというのが間接責任です。払ったものはね最、最悪返ってこない。まあ、最悪返ってこないで済むと言ってもいいんだけどね。これは間接責任です。 よし。じゃあ、それをちょっと使いながら、あの、会社のグループをいくつか見ていこうと思います。じゃ一回に左前のページに戻ってもらって、4タイプ。上から1タイプずつ見ていきます。上から、順順に見ていきます。合名会社、合資会社、合同会社、まとめて持ち分会社と読みます。で、一番下、株式会社と。じゃあ、まずは、合名会社っていうグループ。出資者が経営するグループの一つ。出資者が経営する中の一つ。 合名会社って見ていきます。ページは105ページお願いします。関数字4、合名会社。ほとんど組合と変わらない小規模な会社形態です。会社の借金生全社員が責任を負い、社員全員が無限責任を負う。全社員で経営の意思決定をし、代表実には各社員が行うことができます。 え、こちらの方で切りましょうか。あ、組合と違うのは、法人になるために、会社名義で財産を持ったり、契約をしたりすることができることですと。ちょっとこれ右の図を使っていきましょう。よいしょ。でね、別に、間違いじゃないんだけど、なんかこんだけ、小人がいっぱいいると従業員のように見えるんですよ。あの、何匹か小人殺す、<laughs> 小人殺すって言っちゃいけないけどね。あの、そう、こんだけ言うと逆にイメージ持ちづらいんで、何匹かちょっと一層消してくれる別に嘘じゃない。嘘は入ってないけど、嘘は入ってないけど、どうしてもこれ見てたら十員に見えるんですよ、私。別に嘘はついてない嘘はついてないからね。嘘はついてないからね。でね、じゃあ今、A、B、C と3人がいて、で、3人が投資して、 合名会社っていうのを作ったんです。3人が、3人が投資して合名会社っていうのを作ったんです。ちょっとくくろうか。くくって。まあ、上昇か。X 合名会社としとこうか。 はい。で、この X 合名会社っていうのを作りました。で、この場合、経営はどうやるかっていうと、この ABC、みんなに経営権があります。みんなに経営権があるので、何か物事を決めるときは、突き出し見みて。全員で意思決定ってあるけど、正確には過半数で決めます。全員で意思決定。正確には最後多数決になった場合は、過半数で決めます。 全員で意思決定。間違いじゃないんだけど、本当のことを言えばね、過半数での決議。過半数の決議で物事を決めます。どうこれって先ほど、確か99だっけ違った。97か。97。97でやったら組合と変わらないんだよ。97ページでやったら組合と、 変わんないんですよ。そこまでかな。そしてね、もけが出れば、儲けが出れば、その儲けは3人で折半します。儲けが出れば、この3人で折半します。これも97ページの、97ページの 組合とそう変わりません97ページの組合とそうは変わりませんただ違う点で言うと 先ほど組合だった場合ね、もし土地を買ったら誰名義になるの組合で土地を買った場合は、土地は二人名義でか二人名義になるわけよ。坂本山下の二人名義になるわけよ。一方、この合名会社が土地など買った場合は、所有者 X 合名会社、所有者 X 合名会社でいいわけです。 これは最後の2行かな。法人であるため、会社,ため会社名義で財産を持ったり、契約したりすることですって書いてますね。法人であるため、会社名義で財産を作ったり持ったり、契約したりすることができることですと。ここまでかな。 じゃあねもうちょっと付け加えるよ。例えば儲けは折半って言ったじゃないですか。一方例えばどうしようか。うん。こう。1000万。あごめん3で割り切れね三3で割り切れねえ。っと3で割り切るためには1200だ。1200万貸しします万貸しとします。1, ただ、会社が払えないと。会社が払えないと。実は、この ABC は、直接責任を負います。直接責任を負います。さっきの左ページ、直接責任なんだっけ怖いお兄さん、やってくるタイプです。怖いお兄さん、やってくるタイプです。今から書くからね。怖いお兄さん、やってくるタイプです。 この3人に請求ができます直接責任ってことで、払えと請求できます。払えと請求できます。 ここまでかな直接責任と。そして、実はね、ここまでは、組合もそうなんです。組合も払えないと請求が来るんですよ。ただ私ね、あ、今だよ、またまともと。請求が来るっていう点も、実は組合も同じなんです。ただ、 今から金額を書きます。えっと、3で割るために1200としたわけね。3で割るために1200としたわけね。3で割るために1200としたわけね。一人一人いくらできるかっていうと、1200万なんです一人一人1200万いけるんです折半じゃないんですよ折半じゃないんです 絶般じゃないんですよ。でね、これ全額やってくる。全額やってくるってことをこう言います。全額やってくるってことを無限責任と言います。全額やってくることを無限責任と言います。全額やってくることを無限責任と言います。全額やってくることを無限責任と言います。 組合の場合は、これ、折半で請求なんですが、この無限、え、合名会社の社員のば出資者は、合名会社の出資者は、限度なく、全額やってくると。限度がないとかで無限。まあ、全額と言ってもいいんですけどね。まあ、初めて私、勉強した時ね、この無限って見た時にね、無限地獄とかね、なんかそんなことをイメージしたんですけど、まあ、あの、イメージはそんな悪くないです。もう無限の地獄が待ってると。 いうぐらいのイメージで構いません、限度なくも全額請求されると。はいってことなので、まあ、ある意味、これね、合名会社の出資者って、連帯保証人と変わらないんですよ。連帯保証人と変わんないんです あの、連帯保証って覚えてる民法の連帯保証って、あの、3人いたら3で割るんだっけ割んないよね。3で割んないよね。で、請求直接来ますよね。だからこれ、5名の出資者になると、連帯保証になったらそんな変わらなくなっちゃうんですよ。 ということで、ね、これ今見てるのがこの合名会社っていうのを作った場合っていうのはどうなるかっていうとまあもちろんまとめるとね合名会社を作って出社になると経営ができる過半数で物事を決めるで何か物を買った場合は会社名義で不動産がな会社名義で何か買えるという点はあるんだけど直接的に怖いお兄さんやってくる怖いお兄さんやってくるしかも限界は無限限度なくやってくると。 いうことで、直接無限責任というもの。直接無限責任。ちょっとよく書いてて。直接無限と書いておいて。 直接無限責任を負うとはいでなんですが実はね 持ち分会社あ前のページかごめんえっ、ー、と1034タイプあったよね。合名会社合資会社合同会社とここからあと2タイプ見るんだけどだだんん責任が軽くなりますだんだん責任が軽くなります。 じゃあねページは106ページ関数字5関数字6とありますのでちょっと斜めを見せて関数字5と関数字6ざっと読んでみて。 じゃあね次の図表があるけど図表のタイトルに「合資会社」って言えるところか図表タイトルに「合資会社」って言えるところか誤解ないようによしじゃあ見てみましょうかねまあまたこれも従業員っぽく見えちゃうんだよなクソまあお自分だけかもしれないですよねえっとじゃあ今うんまた2匹ぐらい殺そうかな <laughs> ちょっとこれも。 何匹か、殺そう <laughs> A、B、C で、まあ、4, 4人ぐらいいると思ってください、えー、会社をね立ち上げようってことで4人からね出資を募ったんですよ。で、4人から出資を募って今度は合資会社ってものにしました。で これ、タイプとしては、出資者が経営するっていうことは変わりません。出資者が経営するってことは変わりません。だから、物事を決めるときは、a b c d の過半数で物事は決める。物事を決めるときは、a b c d の過半数で物事を決めるっていう点は同じです。 過半数で物事を決めるという点は同じ。そして何か不動産などを買った場合は会社名義にできるという点も同じ。そして、ね、責任の内容が 直接っていう点は同じなんです直接っていう点は同じなんです直接っていう点は同じなんですただ出資者が2タイプに分かれます 怖いお兄さんは来るという点は同じなんだけど、責任のタイプは実は2タイプに分かるんです。えっとね、左の AB のグループ、有限責任って書いてあります。有限責任。有限限度あり。限度あり。有限、吹きなす見てください。有限責任だから一定額しか払わないよと。一定額しか払わないよ。 右側、無限責任、直接無限責任。無限責任を負うので、全部払いますと。全部払いますと。そういう2タイプに分かれます。直接有限責任と、直接無限責任という2タイプに分かれます。これが、合資会社というタイプです。 え、先ほどは直接無限責任しかいないタイプ。今度は直接有限責任と直接無限責任の2タイプに分かれると。そうなるわけです。ここまででしょうかね。で、先に行く前に多分思っちゃうので言っときますと、いや、皆さんだったら、どっちになりたい直接有限直接無限。 毎日ね、ひりひりする、ひりひりですね、もうびくビクする生活がしたいという人は別です。普通は、直接有限だと思うんですよ。どっちか選んでいいって言ったら、普通有限を選びますよね。じゃあなんでこれ選ぶんだと。ド M なのかと。そういう問題じゃないんですよ。実はね、どっち選ぶかで、出資内容が違っちゃうんです。出資内容が違っちゃうんです。 えっとね、結論言う前にちょっとね一旦戻ってもらっていいかな、えー、何ペか97ページ97ページ戻ってくれる97ページえっとね坂本山下があと投資してるとこ見てくんないこれ何投資してる あのね、山下は、山下は金は、金なんだよ。坂本、ロームを出資って書いてない。ロームを出資って。まあ、働くよと。俺、面打つよと。俺、面打つよと。あのね、実はもう一個やり方があって、あのね、こういうのでもいいんです。 信用って言うのでもいいんです。信用。あのね、お前何通すんだよ。うん、僕、俺が入ると。長、上がると思う。本当かなって、上がる。本当かな、上がる。おお、こったよ、じゃ、あお前信用でいいよと。あの、ちょっと、ひどい言い方をするとね。 これ300万だとして、300万をね、投資してもらったら、あの、経理、帳簿に数字300万でかけるじゃないですか。ん何っていうか分かんないけど、まあ、何だかど300万でかけるだと。じゃあね、面打ったら、帳簿にね、いくらって計上できるかって言ったら、え、もうちょっと分かんないよ、意味、ね、分かんないの分かってるよ。あの、うちの会社こんだけお金がありますってとこにね、これが入ってきたら、うち300万ありますっていうふうにかけるじゃないですか。でも、面打ってくれましたとうちこんだけありますって言ったら、 一円も会社の収支って増えませんよね。信用もそうなんです。箔がつくって言ったって、そんなの入ったって別に財産増えなくゃないんですよ。信用労務出資って言います。信用労務出資。 信用労務出身帳簿上に値段がつけられない帳簿上一切も値段がつけられないプライスレスというのか値段がつけられないというのが微妙なところなんですよねはい っていうことで、じゃあ戻ろうか。えっ、ー、と、106ページに戻りましょう。でね、直接無限責任と直接有限責任がいる。普通どう考えてもみんな直接有限を選ばず、じゃあなんでこんな2タイプあるのかっていうと、 信用ロームで出資していいかどうかなんです。信用ロームで出資できるかどうかなんです。 金ローブンで出資できるかどうかなんですよつまりもっと言っちゃうとこんな感じなんですねうーんじゃあ会社作ろうか、はあ、俺も作ろうと思ってんだやろうお前さ俺もやろうと思ってんだよよしじゃあ3人でやるなよし決まり決まりでさぶっちゃけいくら出せるちょっと俺無理俺も無理 俺を100万出すあじゃあ決まりなお前ら無限なやだ無限はやだでも出せんだろ出せんだろ出せないああお前ら無限なお前ら無限なで俺有限なああ地獄行ってこいタイプ2会社をやろう会社をやろう会社をやろういくら出せる箔がつくぜ箔がつくぜ 白が作れとおい、どうするこれおい,やばいおい、お前これでみんなダメだよ、これこれ選べる会社は、合資は選べない。選べる会社は、前のページの、合名会社なんです。これみんな無限責任でしょみんな無限責任なんです。この無限責任だったら、信用ロームで構わないんです。無限責任だったら、信用ロームで構わないんです。 だから会社を作りたいというふうに何人か集まってね、なんか元手が出せるか出せないかなんですよ。元手が出せるか出せないかで、合名なのか合詞なのかと。で合詞でも無限なのか有限なのかと。 ちょっと繰り返しますね。えっと、無限責任だったらもう信用労務で構わない。有限責任は現実にね、現金じゃなくてもいいんだけどね、現金現金じゃなくてもいいんだけど、財産的価値を入れなきゃいけないんです。財産的な価値。だから私今、現金、現金だけど、例えば土地とか、金とか、車とか、という,うね、お金、お金に換算できるもの。お金に換算できるものであれ,あればいいんです。伝わるかなこれ現金だけじゃないからね。 あの現金だけじゃなくて株式だとか金だとかそういったもので何らかの形で現金評価できるもの現金評価できるものそれにしなきゃいけないんだとなんかこれってあんな感じですよねまあ言ってごらん初め金出して後で楽するか初め楽して後で地獄を見るかとその違いですかと <laughs> まあそんな感じでもいいよ <laughs> あの。の初め金を出しておいてあとはねあの、まあ、限度があるからいやいやよかったとっていうふうに思うのか初め払わずにあとで地獄を待ち,待ち構えるかと。 で、あの、私が勉強してるときは、このね、タイプ、あの、ね、持ち分会社っていうタイプはこの二つしかなかったんですよ。あの、合名会社っていう、全員が無限責任。合資会社っていう、みんなが直接有限か直接無限の二タイプしかなかったんですで、18年改正のときに、みんなが金払ってても作りたいと。みんなが現金的なものは出せると。みんなが現金的なものは出せるんで、 そういうタイプが欲しいって言われたんですよ。みんなが出せなければ、みんなが直接無限の合名会社。出せるやつと出せないやつがいる場合は、直接無限と直接有限がいる合資会社。じゃあみんなが出せるんだったらってことで作ったメニューが、関数字な、なんです。よいしょ。そのタイプが、 合同会社っていうタイプです。合同会社。ちょっとこれ書いていて、ブレークスルズバリ書いてあながら。これね、間接有限です。間接有限です。 ちょっとまだ有限にしまずまずは有限だけしよて私が勉強してるときはなかったんですがみんながねちゃんとお金出すそのタイプでもねも、えー、認めてほしいってことで作ったのがこれが合同会社というもので全員が関節の有限責任となります もちろん、言う、くどいんですけど、もうわかると思いますが、有限責任なので、これ、信用ロームの出資はできません。財産的な価値があるものしかダメです。 といったところでこれ一切りましょうか。また後でね、まとめたいもの、直接とか間接とか有限とか無限とか、いったところについてのまとめは、後で本体のブレーク数の方に表がありますので、そこで、あの、中、あの、後,後半かな後半ところで少しまとめていきますので、まずはね、一旦これ一回切りましょう。10分の休憩に入ってください。